はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。 5G 対応のブラックベリーがなんと2021年年内に発売かというね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、そのブラックベリーというスマートフォンについて、まあ、少しね、後で解説したいと思います。さらに Apple Watch ユーザーがなんと1億人突破しました。まあ、その辺のね、ニュースと、に加えて僕が Apple Watch で使っている、まあ、僕の Apple Watch の3つの主な使い方をね、ちょっとね、サクッと、まあ、1、2分でご紹介したいと思います。そして最後に、iPhone 13 mini ね、ここ数日僕のメインチャンネルではね、iPhone 12 mini の話題でね、ちょっとね、こう皆さんとね、盛り上がって、楽しんでいるんですが、その iPhone 13 mini ね、発売されないかもしれないから、やっぱりされますよという状況で、改めて iPhone 13 mini について、あの有名な著名のリーカーが言及してまいりましたので、その内容をね、ご紹介したいと思います。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報やアップリに関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。そして石原さんの世界観という僕の、まあ、Vlog チャンネルも運営しております。そこでは僕が日頃から買っているもの、使っているもの、さらにはルーティン、1日のルーティンとかライフワークなんかのご紹介として僕の人生を発信していますので、ぜひ僕の Vlog チャンネル石原さんの世界観もチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは本題です。ブラックベリーが 5G 対応になって年内発売かというリーク情報になります。で、ブラックベリーって何ですかという方々がいらっしゃると思うんですが、こんな感じの物理キーボードを搭載したスマートフォンとしてめちゃめちゃ有名だったんですよ。昔僕も1本目の動画、このね、チャンネルの1本目の記念すべき動画が、ブラックベリーのテスト動画でした。このくるくるとかね、今もうね、もうないんですけど、手元にね。そのブラックベリースマートフォン、やっぱ物理キーボードがあるので、メール、もし今で言うとチャットとかも、ブログとかも、記事なんかも、すべてね、この物理キーボードでレポートが書けたりするので、まだまだ需要はあるし、僕も実際に、まあ、フリック入力してますけれど、iPhone で。やっぱ物理キーボードのあの感覚、あの打ちやすい感覚はね、今でも覚えております。ただね、途中で販売中止、ドコモから出ていたんですよね。ブラックベリー9900ぐらいまでドコモで出てたんですが、そのブラックベリーがね、ちょっと iPhone に負けてしまったということで、どんどん市場が縮小化されて、まあ、そんなね、あのディスプレイ操作の主流になってきたスマートフォンの市場に、まあ、太刀打ちできなくなって、まあ、なくなったとされております。引き続きそのブラックベリーというライセンスで別の会社が運用してたりはしたんですけど、うん、あんまりこうね、知る人ぞ知るみたいな。そこまでね、一般的には認知されていません。で、今回、なんと2020年8月に 5G に対応するブラックベリーが、2021年前半に出てくるんじゃないかというね、僕ね、チャンネルの動画でね、リークを出しました。もう覚えてないです。いつ出したか。そのぐらいに出しました。で、ようやくね、最近、また、ちらっとその話題が出てきまして、なんと、日経の取材によりますと、新しいブラックベリースマホ 5G ですよね。もちろん 5G に対応するだけではなくて、ブラックベリーというスマートフォンブランドの象徴とも言える、物理キーボードを搭載して、北米、欧州、そしてアジア圏で発売されることが取材で明らかになったとしております。このブラックベリースマートフォン。僕ね、何日か前の動画で Android OS のスマートフォンをもう購入してみようかな。iPhone と使い勝手を比べてみようかなという動画をね、皆さんに出しました。僕 iPhone しか使ってない。昔ね、そのブラックベリー使いましたけど、そのブラックベリーと iPhone しか使ったことなかったんですよ。ブラックベリーが出たらちょっと欲しいなという感じがしてますので、引き続きね、この物理キーボード。皆さんね、知ってる方はね、知ってると思うんですけど、めちゃくちゃかっこいい。もう、これぞスマートフォンという感じでしたので、このね、新しいモデルにはね、ちょっと今後も注目していきたいと思います。さあ、そして Apple Watch ユーザー1億人突破しましたということで、これはね、
まあリサーチ会社、調査会社が公開した情報によるんですが、2020年の年末時においてその詳細なレポートには iPhone ユーザーね、 Apple Watch は iPhone がないと動かないので、 iPhone ユーザー10人に1人がアップルウォッチを所有しているというね、調査結果が出ました。このアップルウォッチというのはいろんな使い方があると思います。人それぞれだと思うんですが、まあ、基本的には通知機能とか、このままね、LINE の通知が来たら通知を確認するとか、スケジュール管理とか、まあ、iPhone のちょっと汎用性の使い方をしている方がね、まあ多いし、まあ、僕もその一人ではあるんですが、まあ実際に血中ウェルネスが、酸素濃度が測れたりして、で、あと、iPhone のロック解除も Apple Watch でできるようになるというね、情報が出ておりますので、どんどん Apple Watch はもう iPhone に欠かせない、そして僕たちのライフスタイルに欠かせないデバイス、まあガジェットになってくることは、まあ、明白なんですが、そんな Apple Watch が全世界で1億人のユーザーを突破したということで、もう Apple Watch 知らない人はいないと思います。で、もう2020年がかなりの売り上げだったということ、3000万人が購入したということなので、一気にアップルウォッチの市場が拡大された。そして今年2021年もシリーズ7の発売が噂されていますので、またグッとね、そのこのアップルウォッチの注目は高まるわけです。で、そんな中僕はね、僕が持っているのはアップルウォッチステンレスシリーズのゴールドになります。で、シリーズ4がモデルになります。で、僕のApple Watchの、まあ、基本的な主な3つの使い方がありまして、それをね、ちょっと今から紹介したいと思います。まずは、ワークアウトです。まあ、僕のこちらの Vlog チャンネルをご存知の方はご存知、知ってるかと思うんですが、僕は毎日、ほぼ毎日、筋トレ、ランニングとかね、ジムをやっておりまして、その時にね、もう、このApple Watchバンバン使っております。もう、それこそね、酸素とか心拍数とか、このアプローチ一つで僕の健康状態というか、そういうのが分かってきますので、まあ一目瞭然で把握できるので、これを使っても、それは一つの方法。そして、二つ目は、ストップウォッチ。これアプローチじゃなくてもいいじゃんって。はい、そうです。アプローチじゃなくてもいいです。ただね、ストップウォッチ機能結構僕使うんですよ。このね、はい、今ね、今見えないか。今、ストップウォッチ機能を使ってるんですが、使い方は、まあ、いろんな使い方があるんですが、僕のね、ストップウォッチの使い方ありまして、まず動画の撮影するときにスタートします。どのぐらい僕がこんな風に喋ったかというのをタイムラプで計測しております。基本的に15分から20分ぐらい話して10分ぐらいの動画にしてますので、20分過ぎてしまうと動画編集に時間がかかってしまうので、20分ぐらい喋ってしまってたらもう、ちょっとこう、巻きで終わらせたりしております。で、そういうとこに使う。そして、僕は Vlog チャンネルでもそうなんですけど、コンビニが大好きなので、例えばコンビニに行った時に皆さん何買おうかなって言って、例えば10分、15分コンビニにいたりする人はいないんでしょうけど、まあ、ちょっとね、時間の経過なんて測ってないと思うんですけど、僕は測っております。一人の時ね、家族とかと行くと、友人とかとは違いますけど、一人でコンビニに行く時は、タイムラプス3分です。3分測ってます。まあ、時間の効率化。コンビニに行って、いろいろこれもいいな、あれもいいな、で、なんかこうね、もう、時間を無駄にしたくないとか、そこで時間を費やしたくないんですよ。もうコンビニに行って、ご飯を買うとか、何かを買う目的でコンビニに入ったら、その考える時間、例えば1分間で何を買おうか決めるという思考にするのではなくて、30秒で決めるという思考に慣れていけば、どんどん1日の24時間が1日48時間になるというね、ことになってきますので、一つ一つのね、時間を早くするのはね、めちゃめちゃ人生の効率化につながりまして、変な人生論になってますけど、これよくね、皆さんにもっと医者さん、そんな言わないで、ゆっくりコンビニ入って、ゆっくり美味しいものを見たらいいじゃないですかって言われるんですけど、見てるんですよ、僕的には。皆さんが例えば1分美味しいものを選ぶのに時間かかっている1分の間を僕は30秒でやってる。ただ、それだけです。全然美味しそうなものをどれにしようかなって楽しみは別に感じてるんですよ。それが1分で行うか30秒で行うか5分で行うのか1分で行うのかという問題なだけで、そんな急がなくてもいいじゃないですか、ゆっくり決めましょうよってよく言われるんですけど、僕的にはゆっくり決めてます。このタイマー3分の中で非常に有意義にどれにしようかを選んで決めていますので、問題ないなので、まあタイムラプ使っております。もう一つは電話でございます。電話、この電話がめちゃくちゃ便利。いろんなね、アプローチ、使い方あると思うんです。電話はさすがにないかなと皆さん思ってる。僕で結構、電話、これです。もう本当に。
運転中とかこう仕事しながらでも電話かかってきたらこっち受けて、このまま、あ、はいはい、あ、了解しました、みたいな感じです。もう本当に、こう耳に持っていくとかいう、まあ動作、アクションをせずに、もうこのままもう通話して、あ、どうもどうも、みたいな感じでやってます。この3つの使い方を僕のアップルウォッチでほぼしてますので、意外と、このアップルウォッチがライフスタイルに溶け込んでしまっている状況にはありますので、1億人突破、めちゃめちゃアップルウォッチファンとしては嬉しいです。ただ、4000円とか5000円ぐらいでアップルウォッチの機能が使えるものもね、ありますので、まあ、こだわりなければそっちでもいいかなというのはあるんですが、まあ、僕の中ではやっぱりアップル大好き人間ですので、まあ、そこはね、やはりアップルウォッチじゃないと、うん、みたいな。あと、ミュージックとかもね、コントロールできるので、まあ、主に3つ使いながら、ある意味いろんな面でね、この Apple Watch は僕としては機能的に使っているという感じはしますけど、まあ全てが使えているかなといえば、もう全然そうではないとは思いますので、皆さんのね、Apple Watch の使い方の参考にしていただければ幸いです。はい、そして iPhone 13 mini 発売のリーク情報になります。こちらですね、以前からね、iPhone 12 mini について、売れてないから iPhone 13 mini 出ないんじゃないかという噂がね、もう海外中ね、Apple のリーカー、海外メディアをわーって騒いでるわけじゃないけど、にわかに盛り上がってるんですよ。あ、どうなんだよみたいな感じで。で、僕の方も盛り上がってて、このメインチャンネルを見ていただいて視聴者の皆さんも、おい、社さん、やばくない ?iPhone 13 mini 発売されないのやばくないっすかみたいな感じで、ちょっとね、面白く盛り上がってると思います。で、先日の動画で13 mini は発売されますよ、予定通りということをお知らせしました。ただ、信憑性の問題かなと思います。もちろん、僕のチャンネルではリーク情報とか噂とか、まあ、もちろんね、本当の話もしているんですが、まあ、リーク情報なので、本筋のところはわからないんですが、まあ、火のないところには煙は立たないということで、まあ、にわかに、情報の元からね、情報ソースから得た情報を皆さん公開しているとは思いますので、一人のアップリーカーが13 mini は予定通り発売されますよというね、言及をしました。で、それだけじゃなかなか信憑性がわからなかったんですが、なんとね、著名な僕のこのチャンネルでも言ったらもう応援しちゃってるぐらいのアップルのリーカーであります、ジョン・プロッサー氏も自身の YouTube チャンネルで iPhone 13 mini の発売についてはもう計画通り言ってますよということを伝えました。で、このジョン・プロッサー氏が言っている iPhone 13 mini の発売の計画変更はないということの、その計画、発売スケジュールについては、僕のね、このチャンネルでも2回ぐらい今までに紹介しているんですが、9月です。9月に発表される予想になっております。例年通りでいく。去年の2020年はコロナウイルスの関係でちょっと発売スケジュールが遅れたんですが、今回はその対策もいろいろしてると思いますので、まあ2021年9月に iPhone 13 mini、そう、iPhone 13シリーズが発売されるというリーク情報が可能性が高いと言われております。で、この発売リークとかスペックとか、石原さんどうなってるんですかとね、毎日ね、この動画を、チャンネルを見ていただいている方は、大体ストーリーがつかめてるんで、石原さんこの間こんな話して、あ、それはこんな話になったんだとかね、石原さんその話は初めて聞きますねとか、石原さんそれ半年前ぐらいの情報じゃないですかみたいな、いろんな僕のチャンネルの動画のストーリーをね、皆さん感じていると思います。ただ、新しく始めまして。石原と申します。新しくね、このようにね、見ていただいている視聴者の皆さんは、これ iPhone 13のこの情報どうなってますかとか、発売どうなってますかとかいうね、やっぱコメントとか来るんですよね。で、その方々には僕のガジェットブログ、俺的デザインログの iPhone 13に関するまとめ情報のブログ記事を紹介していますので、ぜひ僕のことを初めて知った視聴者様の方ね、ディスライクする方も、ライクする方もどちらでもいいです。もしね、iPhone 13に関して、あれどうなったのかな?あ、これどうなってんのかな?でコメントしていただいてももちろんいいんですが、まあコメントするのも手間だなという方はこちらのね、俺的デザインログという僕が運営する iPhone を中心にね、最新情報とか使い方とかレビューなんかをアップした、ガジェットブログをの iPhone 13のまとめ情報をぜひね、チェックしていただければと思います。ということでね、iPhone 13 mini 皆さん発売はね、もう期待して間違いないと思います。iPhone 12 mini の所有者の皆さん、iPhone SE 第2世代の所有者の皆さん、iPhone 13 mini 発売の可能性は高い状況にあると思いますので、ぜひiPhone 13 mini の情報もね、定期的にこのチャンネルではお届けしていますので、チェックしてみてください。はい、ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に
夜8時、毎日ですよ。毎日夜8時にね、皆さんに投稿しています。ただ、9時過ぎになる場合もありますけど、毎日夜8時に皆さんとこうやってお会いするのが楽しみになっております。ぜひね、チャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。